黒目川は、東京都を呼び、埼玉県を流れる一級河川。荒川水系で新河岸川の支流である。東京都東久留米市と東村山市、小平市の境界に位置する小平霊園内の、最下地区母に源を発し、東久留米市、埼玉県新座市、朝霞市を流れ、朝霞市大浅根木市で新河岸川へ合流する。霞川、不老川、柳瀬川、 白子川、石神井川などと並び、かつての小玉川の名残であるとされている。岸辺は遊歩道が整備されている部分が多く、ウォーキング、サイクリング、散歩に適している。中沢川との合流付近には、明音沢や四条座解石がある。源流付近の窪地となっている地形をたどると、かつての源流は、小平霊園や西部新宿線を越えて、黒目川は、 西部廃島線小平駅萩山駅間の南西まで、支流で最も西を流れる泉川は、萩山駅の西南西までたどることができる。古くは、久留米川、来目川、久留米川、来梅川という漢字表記もあるが、久留米、黒目という名に、後世の人が当て字として、これらの漢字を使っていた形跡が出手などで見受けられる。源流近くの駅名になっている久米川も、 同語源とされる。蒸気のいずれかが有力であるとされている。またさらに事実解明のための調査、研究作業などは進行中であり、今後の研究成果の発表が待たれる。流域はかつて台風による浸水が発生し、新座市の風水害対策計画では、今でも朝霞市の川越街道付近から、新座市の関越自動車道付近まで注意区域と定めている。 昭和期までは蛇行して流れる部分が多かったが、栗原など、改修工事により、直線化が進んだ。高度経済成長期には、周辺部の宅地化が進行したことにより、生活排水が流入し、水質が非常に悪化したが、周辺部の下水道網の整備が進んだことや、もともと湯水が多いことなどから、近年は、水質が大幅に改善されている。 埼玉県内では、護岸工事も小規模なものしか行われていないが、逆に、浸水公園の役を果たし、特に、新座市内以北の下流では釣り客が多いようである。付近も住宅が密集していないので、武蔵野ののどかな風景が残っている。黒目川の支流、落合川。日量1万トンとも言われる湧水を受け、川遊びをする、子供たちの姿が絶えない。 下流リカリュより、キサイ橋黒目橋溝沼黒目橋前通り橋下流カリュより、キサイ類は、イソシギ、カモ、カモメ、カワウ、カワセミ、サギ、コサギ、ゴイサギ、魚類はアブラハヤ、アユ、ウキゴリ、カワムツ、オイカワ、コイ、ナマズ、マハゼ、メダカ、ウグイ、ボラ、フナなどが生息しており、哺乳類は、コウモリがいる。黒目川の水質の変化埼玉県。 朝霞市博物館に縦穴住居に関する資料が展示されている。ありがとうございます。